はい、役太郎です、まあ、まずはね、長野のあの殺人事件って、やっぱりいまだにこう謎が多いですね。で、まあ、ちょっとここで私が思うこと、多分誰もこれ言ってないんじゃないかなっていうようなことがあって、まあ、その前に熊本で女性、29歳の女性が亡くなったっていう、あのこれ、このこ本当に痛ましい事件で、本当にこれはあのよくないことなんですけど、 この事件だけは報道の取り上げ方がすごいんですよね。各テレビ。あの、まあその、なん、なんていうんですか、殺人事件には、いいは、いいも悪いも、その取り上げ方のどうこうもないんですけど、ここだけはどういうわけかすごいんですよね。どこも。何日にもわたって、その、亡くなり方が、その、白いね、布を巻いてあったっていう風であっても、 結構殺人意見ってあるんですよ、今。で、ほとんど取り上げられないものもあれば、ここはなぜなんだろうっていうのはあ,ありますね。まあ、ただ、その、状況が、まあ、街の真ん中で、この、女性が、え、その、家もちゃんとしてるんですよね。お父さんが、お父様がこれ、帰ってこないから連絡してっていうことになって、まあ、時間帯とかそういう、その、 場所によってはこれ別に密室じゃない鍵がかかってどうこうっていうことなんで、まあ早期発見にはなると思いますけど、まあこういう取り上げ方もするんだなっていう一つですね。っていうか、あの、なんでそれを思うかって言ったら、この、こういう事件なら取り上げることなくてもと思ったんです。っていうのは、少し前だったらもう、あの、 すぐにね、これはどうこうってなるんですけど、もう今はもう本当にさ、あの事件が多くて、あのー、もう、毎日のようになんかあちこちで人がこの亡くなるなの、どうのこうのっていうことがある中で、話題性がないんだろうなと思ったんです。もう一家性のことで人一、一家報道が出てっていうふうに思ったんですけど、これ何日もやっているんで、ああ、どういう意図があるのか、なって逆にあの不思議に思う。 たんですね。で、この女性の側には何の問題もない。ちゃんとお勤めしてて、えー、その、変なあれが出てくる様子、様子がないと。で、余計なんですよね。ね、まあ、あの、そういうようなことも、事件もあるんだなって。まあ、こ,これはそれだけです。で、あの、長野の事件に関して、やっぱりいろこれ、動機がわからない、理由がわからないっていうところで、あのー、パトカーの、 ドライブレコーダーの解析っていうのが進んで、もうそういうことをやっているっていう、あの、もう、その、もう事件のあらましが全部映ってるって。で、私当初からこれ思ってて、動機がない動機なんてないんですよ、やっぱり。人を、これ、二人も最初の前段で。で、最終的に警察官もなんていうのは、何かこの意志がなきゃできることじゃないと思ってるんで、なんか、何か流れでなっちゃったっていうことはなり得ないんですよ、そんなに。 で、そこで一つ思ったのは、この、高齢女性に対しての殺人に着目したんですね。どういう本当に、その本人が、えー、どういう思考があるかは別として、えー、一つ、私はやっぱこっちがある可能性があるんじゃないかな。これ多分絶対本人言わないと思うんですよ。というのは、まず最初に、視察していて、それからまた二人目ってやった時に、で、警察官が来る前に、台車に乗せてその、 体、いったい、まだその時死亡してるかどうかは別として、この体をどうにかしようと思ってるんですよね。どうにかしようとした形跡があるわけですよ。だから、普通の、その、単純にムカついた動向っていう、ムカついてる人間に対してそんなことしようと思わないんですよね、大体。証拠隠滅もクソもあったもんじゃないんですよ。その、見てる前でやっちゃってるわけですから。 あの、ご近所のね、男性の畑で作業してる人の目の前でやってるわけだから、もう分かっちゃってるんですよ。ただそれをどうにかしようとしてるっていうことなんですよね。だからその、当人の被害に遭われた勝手にそのすごい執着があった。だから私はこれは悪意じゃなくて、好意の方じゃないかなっていうふうに思ってるんです。でも年齢が違うじゃないかっていう考え方はちょっとおかしくて。 別件でこういう、あの、情報っていうか、あの、ことがあったんですよっていう、ちょっと、ちょっと特定しちゃうと、あれなんで、ちょっと、あの、創作してぼやかしますが、あの、まあ、ある若い男性と高齢の女性、まあ、これぐらいの年齢の人が、あの、近所で住んでるわけですよ。で、夫婦で住んでいた。で、何かしかの形で、その、まあ、おばあさんと若い息子、あの、あの、若い、えー、青年が、 まあ知り合いになって、でもそれって別にいいことじゃないですか。だけども、それがただならぬ中になっていったということですね。普通のお,おばあさん高齢の、ね、夫婦。ね、そうしているうちに、その夫婦の、そのおばあさんの方はその青年に、もうもう、あの、こう、そういう形になっちゃうから、旦那さんをほっぱらかすような形になって、そうこうしててなんかどうのこうのどうのこうのって言って、 揉めてるうちに、まあ、高齢の旦那さんが亡くなる。亡くなったわけですよ。まあ、そりゃ、ね、そういうこともあろうと。別に、それが、別に事件ではないですよ。こっからなんですよ。でそういうふうになっていくと、今度はその青年がそこの家に入り浸る。ね、入り浸るわけですよ。で、そうすると、そのおばあさんは友達を呼ぶわけですわ。友達をね。 なんか友達が来てて。そうそうその青年はなんとそのおばあさんと今度こう、そういう仲になるわけですわ。その友達の。そうすると今まで付き合ったおばあさんはもう昇進ですよね。ね、そうしているうちにす、あの、もう気持ちがあれして亡くなっている。で、今度はそのおばあさん。いやいやいや、これは初犯罪ではないですけど。だからそういうことがあるわけですよ。ねまたこれ別の話になりますけど。 ま、最近調べたわけじゃないんですけど、あの菅野、菅もトゲ抜き地蔵のね、東京にそういう、あの、ま、町がありますよね、あの、高齢者の町。その横にも風俗街をぐいに行ってその近くに風俗街があるんですけど、どっちかっていうと熟女系というか、そういうところなんですけど、その中の一角に、まあ、今あるかないかでわからないですよ。数年前ちょっと私がいろいろ、その、こういうこともあるんだよって、あの、 高齢の、本当七70代、80代の風俗場が存在するという記事を見,見たんですね。で、私はそれを思ったのは、まあ、あの、長くね、その風俗、風俗業界とか水商売とか従事して、最終的にそういうところに行って、まあ、その、ね、生活のためとか、まあ、熟練度は高いんで、そういうことかなと思ったら、そうじゃなくて、そうじゃなくて、全くそういうこととは関係ない普通のおばあさんが、 日記があると。となんでどうしてって話になる。その客のリピーターは20代が多いと。20代、30代そのやっぱり、まあ、あの、おばあさんに育てられて、えー、その子、子供の時からおばあさんに育てられて、それはいいことですね、おばあちゃん子で。そうなっていった時に、年齢がいって、本人が20歳ぐらいになってる時、おばあさん亡くなったりするわけじゃないそうするともう、寂しくて寂しくてしょうがないと。 ね、まともなそのおばあさんにっていう気持ちがあるわけで、まともな恋愛もできないし、そう、まともにね、ねそういうところに行って、懐かしい、あの、会いたかったよ、みたいなことらしいですわ。それは前の前であるわけで,あので、あ、そういうこともあるんだなと。なんで、私こういうことを考えますと、この子は犯人にとってそうだった、こうだったはわかりません。でも、 そういったことを考えずっていく動機の一つにでもなるんじゃないかなと。我々が考えている、あの、一般的な常識の中で、どうこうどうこう。悪口言われたとか、今、一人ぼっちうんぬんかんぬん、ぼ一人ぼっちどうのこうのっていうことで、ぼっちと言われたからどうのこうの。いや、まあ、それもあるかもしれません。だけども、その、えー、一人ぼっちというふうに言われていた若い世代、えー、自分と同じぐらいの年代には、こう、相手にされない、 え、話をしに行きにくい。そうしたら、この散歩してるおばあさんたちは、別に、あ、何々くん、元気とか、またこう、どうこうしようよ、という触れ合いが、ね、できるようになっていった。唯一。その中で、何か、亀裂が入って、そういった気持ちが、自分の思ってる気持ちが、えー、受け取ってもらえなかったのか、自分の思い込みがそういうことだったのか。 っていうことなんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、あの、うん、一部、えー、テレビのコメンテーターの人が、やっぱりテレビでは言いにくいんで、そういうこと何かあると、何かは伺い知れない何かがあるとしか思えないっていうことを言っていたんで、やっぱり、あそういうことを思ってる人もいるんだなと。うん。あのー、なので私はね、まあ、あの、それをちょっと口に出してみました。 普通だったらね、これ誹謗中傷とかそんなってなるけどね、相手がこの相手にはね、もう誹謗中傷もクソもヘタクレもないと思います別に誹謗中傷でも何でもないよ。想像の域の話なんで。ただ、こういった、あの、猟奇的な殺人も猟奇殺人ですよ。ね、性衝動が絡むことは多い。ただ、この性衝動が普通に我々が持っているようにストレートにそういうことではなく、いろんな歪んだ形や歪んだ欲望がこういった結果に出るんじゃなかろうかというふうに思いますね。えー、自分が、 あの、それと、警察官に対しての強固な殺意ですよね。銃で撃っといて、車から出ようとするところをもう一回刺してるっていうことは、なかなか刺せないですよ。はい。普通は、普通の状態は、普通の人は一回人にこう一回、はあってなって、もう、放心状態になるのに、ちゃんと、 きちんと自分のことを遂行しているんで、ここに至るまでそういうことをやっていたのかっていうことなんだけど、もううまくいっちゃってるんですよね。完結しちゃってるっていうか、犯罪が成立して完遂しちゃってるんですよ、これ。うん、まず、二人のところをそう、二名の方はそういう形にして、その遺体を引き上げる動こうするにして、どこかに持ち込もうとしたっていうことと、それを邪魔されることに対して激行して、まあ、警察官を撃った。 でもう、ここでもう、完成して、で、立てこもったって、立てこもりっていう形になってるよりも、まあ、立てこもるっていうことを言う、まあ、確かに立てこもるかもしれないけど、自分のところの敷地の自分のところの持ち物のところに、えー、身内のところに、 帰ってるだけなんで、結果として立てこもってるけど、普通の状態だとバーンと飛び込まれてよしですね。立てこもるもクソもないんですよ。この状態だと。ただ、ま、状況が状況なんで、警察官も手出せませんよ。それはそうですよ。この状態で行ってまた被害に遭う警察官を問答無用で撃ってるわけですから、それはこれ、簡単じゃないですよね。うん。だからこういう結果になって、 まあ状況が分かって、人質もいない、朝、日が当たれ、上がって、状況が分かればもう射殺だよねっていうのは当たり前だったもんですよ。昼までは持たなかったと思いますよ。これどう考えたって。ただ本人が投稿してきたんだよね。捕まえただけの話で。で、聞けばこういうことだ。だからこういう、うことはあり得るんじゃないかな。うんそうでしかちょっと辻つ,つまが合わないで。他に理由が何なんだ 陰口叩かれた、一人ぼっちでどうのこうの、そんな、そんな弱い理由ではない、うん、というふうに思うんですが、皆さんいかがどう思いますでしょうかっていう話です。以上です。